秋田の農民は遠い昔から秋田の杉と共に生きてきた。じいさんも父ちゃんも山で働いた。山は長い冬の間、深い雪に閉ざされる。重い雪。その重さに枝は押し下げられ、幹は倒されて、根元も曲がる。根元が太くなるにつれて、幹はまっすぐに伸びる。そのまっすぐに伸びる木が、すぐ木、杉の語源であるという。それはまた厳しい環境に耐えてきた秋田の人々の姿ともいえるだろう。杉は古来から日本の代表的な木とされ、北は青森県から南は屋久島まで、雨の多い太平洋側や雪の多い日本海側の各地にその姿を見ることができる。そのうち秋田杉は青森県の西南端から山形県へかけて分布している。秋田県の北部山地を深く貫く米代川の流域は秋田杉の宝庫で、ここは昔から代表的な産地として有名である。見事に続く天然林、秋田杉は樹齢150年から250年ぐらいで、ヘクタールあたり600立方メートル前後、中には1000立方メートルを超える美林もある。天然林が海岸近くから続いている男鹿半島の杉。標高800メートルから900メートルという秋田県東北部森吉山の高地にある東道杉。深い雪に耐えてよく伸びる杉の間に、雪による新折れなどからできるコブ。ひどい寒さで幹が凍って裂け目が生ずる凍裂など、奇形を呈したものも見られる。
同じく豪雪地帯の杉で鳥海山の600メートルから650メートルのブナ林の中にある鳥海村杉はほとんどが複状で成り立ち、耐雪性の強いことを見せている。秋田杉の特徴は、まっすぐな幹、樹幹は長い円錐形で、枝下が高い。樹樹は未生による発生や、雪に抑えられた枝が地面を張って根付く覆状、あるいは下枝が切り株から防芽のように成長していく立状などで力強く育っていく。秋田杉は幼い時の成長は遅いが、老木になっても成長を続けるので木目の揃った滞在ができる。ダンブリ長者の伝説で知られる安月沢大日堂の姥杉は樹齢1400年と伝えられる大樹である。由利郡薄ヶ沢の八本杉は周囲11メートル余り、高さ42メートル、樹齢1000年以上とも言われている。秋田県南部では化石となった秋田杉が出土し、鳥海山麓の土の下に古い杉がよく発見される。これは3000年ほど前、鳥海山の大噴火か地滑りで埋まったものであろう。また1200年前の平安初期に蝦夷に備えて築かれた堀田の柵跡から掘り出される柵の材の多くも秋田杉である。刻まれた文字は最上と読め、昔は秋田県から山形県へかけた広い範囲に杉が繁茂していたものと推定できる。厳しい風土の中で育ってきた秋田杉は木目が細かで均一、そして美しい色艶、節が少なく材に粘りがある。このように優れた材質を持っているので、建築材として古くからその名を謳われてきた。昔この地方の多くの屋根は杉の木場で葺かれた。秋田杉で作られた奥ゆかしい武家屋敷、杉は建築ばかりでなく人々の生活といろいろなところで関わりを持ってきた。杉で作られた樽、昔の酒樽は杉材が用いられた。北の国の馬酒にはよく染みた秋田杉の香りが自慢であった。秋田は酒と米どころ、五穀豊穣を祈る竿燈祭り、
全体の姿は稲穂をかたどったともいい、秋田杉の形になぞらえたとも伝えられている。その秋田杉と秋田の人々の深くて長いつながり、古くは豊臣秀吉が大阪築城に用いた材は、当時大木の生い茂っていた米代川上流の長木沢から切り出されたという。慶長七年、佐竹義則は常陸の国54万石から秋田24万石へ移されてきた。秋田の林政が記録に留められたのはこの時からである。佐竹氏はこの豊富な森林に目をつけたが、城下町の建設や江戸や秋田の相次ぐ火災などのため切り出され、その蓄積が減る一方であった。そこで聖徳年代から宝暦年代にかけて2回の林政改革を行い、止山制度を作って伐採を制限したほか、植林によって資源を増やしたり、天然の地樹の保護策を講じた。それらの中で一番大きな役割を果たしたのは、旧代義政時代の木山方吟味役加藤慶麟である。北秋田郡七日市の肝入り長崎七左衛門の筆になる御用日記は、自ら山林視察に歩き回った義政の食事の献立までが記録されている。その頃の村の記録、巻き入り合いの許し状や討伐火災についての共同責任を記した書類など、山をめぐる村の動きがいろいろ書き残されている。慶麟在職7年にして藩内の山々杉の若木が青々と色づいたと記されているが、これは農民に燃料のなたぎりが許され、邪魔になる雑木を除かれた杉が成長し、今日見られるような天然林の姿になってきたのであろう。これが基礎となり、その後藩の林業は発展した。山で切られ角材やみかん割りにした材は山から運び出され、米代川を下って木材の町能代へ送られた。能代には当時指物師桶や樽丸の木取り業者が軒を連ね、港は秋田杉を積み出す船でにぎわった。しかし5月から10月いっぱいにぎわったいかだ流しが終わると、町は火が消えたようになり、この能代沖手町にあるように遊女はよそに出稼ぎに出ていったという。明治維新後、藩の山は国有林となり、秋田大林区所がその管理経営にあたることになった。藩の山役人に代わる官員の制服、あれは一歩踏かず山がさね、赤い筋だね、日本踏かず親父でやったほうへ。一本筋の発表を着た山仕事の監督さん、一本は山がさら、日本は親父だほうね、役所死ぬたってそんな大切でパリアもだったね。いや、そうずくだね、パラメティ、今と見ることはたぶんし、なんは、
なんぼが服着せばいいほどやったおれ。働く人の多くは季節的に農民から集められた。山の仕事は当時冬そまが主で、きついバチ取り四つ取りの作業も雪に埋もれた農閑期の農民にとってはありがたい仕事であった。山に雪が消えると田植えが始まった。夏そばの頃は同時に田の草取りなど農作業の多い季節でもあった。農民たちは連れ立って山に杉の造林地の下刈りに出た。男たちも立川萩に腕を見せた。米の探索地帯である秋田の農業を支えてきたのは山の仕事だった。お盆の墓参り。農民たちはこうして昔から山と田で生活を営み、先祖からのいろいろな伝統を受け継いできたのだ。秋田の農山村の人々と山との深い関係は、大正13年大林区所が秋田営林局と名称が変わっても引き継がれた。秋田営林局の管内には杉を主にした針葉樹、ブナなどの広葉樹、新興金光林が寒い冬に引き換え、夏に吹き込む温暖多湿の空気を受けて繁茂している。営林局では今すべての面にわたって作業と経営の近代化が推進され、機械化された能率的な作業が行われている。山に響くジェーンソーのうなり声、材は集材機で能率的に山から吊り下ろされ、
それを森林鉄道で一挙に運び出す。この森林鉄道もさらに能率的な自動車輸送に変わりつつある。名木として全国に売りさばかれてゆく秋田杉。サーゴンズは18番ランボーさあ18番ハーゴンズヘイライカーブレーランベア3000カーケン4000カーケン5000カーケン5000カーケン8番4サーゴンズは19番ランボーさあ19番ランベアさあ19番ラバハステイク1番1000カーケン1番4000カーケン1番4000カーケンでは20秋田杉の価値をより一層高めるため、細心の注意を払った細かい木取りが行われている。良い材はスライサーで紙のように薄く削られ、秋田杉特有の美しい木目を生かした立派な天井板になる。芯に細かい木を貼り合わせ、いい秋田杉を貼った堅牢な修正材の杉柱。私たちの生活の中に生かされる立派な建具。あるいは民芸品になって無駄なく使われている。素朴な味で親しまれているお杉わらべ。左棟に好まれているマス。近代的な衣装を施した曲げわっぱ。美しい秋田杉の二本間。新しいデザインの洋室。秋田杉の時代を担う大事な使命を負った杉の苗が大切に苗畑で育てられる。温泉の熱を利用して挿し木の根を出やすくしている親栖温泉の苗畑。杉精鋭樹の枝を土に刺して苗木を作り、各地の苗畑に送り出している。山ではブナが切られて、その後に杉が植えられる。
まるで天然杉のように各地で伸びてゆく人工林。秋田営林局では今後100年の間切らずに育て続ける山も設けている。一方、天然林の方もその成長の状態などを調べるための試験や保護が行われている。矢立天然林施業試験地。代表的な杉の老齢林を保存しておく水沢保護林。清らかな渓流と秋田杉の美しい森林に囲まれた二別の国有林に